こんにちは、ハイジーです。というわけで本日はコメント欄の方にとんでもなく気になるお店情報の方が来ておりまして、こちらループボーノさんからの情報でございまして、そういえば瀬谷には小中学校の時から食べてる博多豚骨ラーメンクワンクワンをご存知ですか。おばちゃんがキッチンカーで始めて今では斜めなお店に、スープにおばちゃんがレベル付けして納得いかないと値下げとかお店をお休みにしたりしていましたとかいう情報が来ておりまして、これまず斜めのお店ってどういうことだっていうのもありますし、このおばちゃんと書かれてますけども、おそらく店主さんがスープをお店で炊かれてると思うんですけども、そのスープ、その日の出来栄えのレベル付けをして納得がいかないと、ね、値段下げたりとか、こだわりもすごそうで、どんなお店なのかちょっと行ってみたいということでやってきましたのコーナーでございます。さあ、そんなわけですでにクワンクワンさんの目の前に到着しているのですが、確かに斜めの敷地っていうんですかね、斜めのスペースにお店も構えられている形でございまして、もうめちゃくちゃ味がある屋台感すら少し感じられるような独特な外観のお店でございまして、進んでいきますと中もちょっと見えますね。で、黄色いこういった壁柵みたいなものも印象的な外観でございます。そして進んでいきますと博多専門ラーメンクワンクワンさん、営業時間は11時半から平日となってますね。定休日は月曜日でございますけれども、入店していきましょう。失礼します。失礼します、ごめんください。失礼します。早速壁にもインパクトのある見やすいメニューが書かれておりますけども、前金製でトッピングーとか、江戸晴美さんリスペクトでしょうか、チャーシュー玉とか味玉メンマきくらげ貝割りとか替え玉150円とか、今日ただいまのスープ、あ、これ採点されてますね。まず8が超いい、6がいいとか、5以下から 3.5 は不良って書いてありまして、全ラーメン100円引き、この場合はってことですね。で、スープ今日は7ということでいいですね、優れているといった本日の仕上がり、はい、それでは入っていきましょう。なんか席の感じも独特だぞ。ここ座っていいってことかな。漫画もいろいろラインナップされておりますけれども、そしてもう入店した瞬間からとんでもない香ばしい豚骨の香りということで、もう今日は博多ラーメンのお店ということで、もうスープなくなるまで替え玉するくらいの気持ちで行ってみたいと思います。で、トッピングアイテムとかがいろいろあったりとか、待て、替え玉表すごいよ。究極の粉落としからイケてる針金、男だねバリカタとか、ちょっと固めちょっととかね、超ヤバめとかいろいろありますが、これも後々究極も行ってみたいね。ラーメンに岩のりトッピング、はい、硬さ普通でお願いします。はい、いただきます。 ありがとうございます。いただきます。さらにラーメンが来たらまためちゃくちゃいい香りと岩海苔のボリューム。さあ、到着しました。ラーメンですけども、今回ね、替え玉めちゃくちゃ楽しみたいということでシンプルラーメン注文したんですけども、きくらげはこれ刻まれていない状態でがっつり入ってます。で、海苔がネギを隠しながら、で、チャーシューは長いやつで、とにかく美味しそうなスープの香り、そして岩海苔めちゃめちゃきた。いただきます。スープから飲ませていただきますけども、はい、ちょっと待って、本当はね、本当は替え玉とかいうこと考えたらスープ飲むのもちょっとためないところあるんですけども、
うまい。ちょっともう片目が画角から見切れてんのが自分でも分かりながら画角調整し直そうかなっていう思ったんですけども、それよりも先にうまいを伝えたくなって思わずうまいって言っちゃったぐらい、うまい。濃厚さとすっきりさが共存しているめちゃうまスープでした。わ、これ なんだろうこの、ものすごい濃いけどもごくごく飲みやすい感じでもある、うまうますぐ。さすが7、今日7だから。そして麺はやはり細ストレートですよね。うまい。普通で注文したんですけども、やはりほどほどの食感は楽しめる、香り高さも生かした麺でございます。これはいいぞ。スープが麺に程よく乗っかってくる感じ、むちゃくちゃまとわりつくとかではないんですよ。だからスープがドロドロでもなく、コクあるけどもすっきりもしてる、いいとこ取りじゃん。うん、わー、海苔のふやけ具合、そして強いです。はっきり言って破けたりしない感じの海苔。そしてキクラゲが刻まれてない分、コリコリプラス躍動感のある味わいね。チャーシューの長さ、これで巻き込んでいって一気に食べていくと、まずはあっさりいきましたので次バリカタ攻めてみたいと思います。はい、ありがとうございます。いただきます。はい、これをですよ、まずスープの中に一気にトゥルンと入れさせていただきまして、はい、なじませたかと思いきや、ゾーッ、あ、こんな入ってんの、待って、思った以上に入ってた、やべえ、あれあれあれ、待って、こんなに覆い尽くすほどだと思わずに一気にバサッていっちゃった、やべえ、待って、これもうラーメンかどうかわかんない、もうぬいぐるみって言われたらぬいぐるみに見えてくるくらいの、やべ、見た目大丈夫、とにかく美味しいのは間違いないはずですから、岩のり大好きですしね。うまい。今はまだあのスープにしみしみではない部分の岩のりを食べ絡めて食べてみたんですけども、これもこれでそもそももう岩のりの風味が鼻を抜けてめちゃくちゃ心地よい気分にいざなわれます。でそれプラスやっぱこの豚骨スープと岩のりとのマリアージュね、今度はもうスープに浸ってしみしみの部分の岩のりと、めっちゃうまい、めっちゃファン、あれもう岩のり必須だ。このラーメン最初に普通に食べて2杯目の岩のりでもう全然違うお料理食べながらもどっちも極上っていう、二度楽しいとはいえこんなにも二度楽しいことなかなかないよっていう、ちびまる子ちゃん見た後のサゼさんみたいな感じの日曜日のワクワクコースを思い出させるような二段構え、もうごまなんてやっちゃったらもうどうなっちゃうの、もうどんどん完全体に近づいてるよね、うん、さあというわけで2杯目の麺を食べ終わったんですけども、ここで大事件発生です。岩のりがスープをまあよく吸うので、あの残りスープ量がもうほぼないです。こういうことが起きるんですね。でこんな中でさすがにもう1回くらいはね、これ行きたいからさ、これを注文したいんですけども、このスープ量で究極賄えんのかってことですよね。替え玉でじゃあ究極の粉落とし、粉落としで、はい、よろしくお願いします。スープとかは落としなくて大丈夫ですか？足せるんですか？足せます。あ、うちそれが売りなんで、え、ではお願いします。はい、じゃあ粉落としのスープ付きで、はい、お椀で一緒にお出しします。わかりました、じゃあこれお願いします。はい、はい、粉落とし付きですね、いただきます。あ、
なるほど、はい、スープ込みで来るんですね。あ、いただきます。ありがとうございます、はい、替え玉がもうスープに使ってる。だからもうミニラーメン登場したみたいな感じになってる。素敵なお店。じゃあ遠慮なく紅生姜もいただいちゃいましょうかね。よいしょよいしょっと、はいっと、完璧じゃん。そんでこの究極の粉落としどういうことなのかっていうと、パッツンパッツンの、うん、パキパキ折れるとかじゃないんですけども、パツ麦感っていうのかな、だいぶ口の中で麦麦感で味わっていて、麺の味っていうのが特に色濃く出てくるようなイメージでございまして、スープにちょっと多めに浸してから、一気にグワンと味わい、ラーメン自体の味わいが変わって、割とスープをしっかりまとわせても食べている時の味わいの主役が完全に麺に持ってかれますね。この感じの麺が癖になってハマる人もいそうだなといったイメージでございますけれども、僕まだ初心者なので、さっきまでの方が自分の中では好みでした。だからもう一回替え玉しないとなんか気が済まないかもしれない。ちょっとやわめでお願いします。はい、何回もすいません、これで最後にします。よろしくお願いします。というわけで最大の事件としましては、僕最初にね、このスープがなくなるまで替え玉しちゃおうかなみたいなこと言ってましたけども、永久に終わんないから、このお店の素敵なシステムを採用していると。なので切りのいいところで次やわめ注文したら、もう一応替え玉のバリエーションもいろいろ注文することができたということになりますので、ここでストップしておきたいと思います。で最後はお酢とかも使ってみたいんだよね。来ました、やわめでございますね。熱々で、おいしょ、はい、来ました、うまそう。最後はお酢、紅生姜も美味しかったので、うん、これまた全然違うラーメンになった。やっぱお酢でさっぱりさせながら麺も柔らかくすると、博多ラーメンっぽさがかなり影を潜めるんですけども、これはこれで全然違うけども美味しいラーメンになっちゃってんだよな。スープをどうここで変えてももう美味しいっていう軸はもうぶれないっていうイメージかな。うん、ごちそうさまでした。というわけでクワンクワンさん煮て食べてまいりましたが、美味しいラーメンであったということはもう間違いないんですけれども、もう内装から内観から店主さんのもうラーメンに対するこだわりが爆発している感じでございまして、あの独特個性的な雰囲気、そしてラーメンの美味しさにもうね、病みつきになること間違いなしといった超素敵なお店でございました。美味しかったですし、人気店なのもうなずける最高のお店でございました。気になった方がいらっしゃいましたら、食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ。だから紹介しますけれども、エヴァナンバーワンさんからのコメントで、山口百恵さんがそっと置いたマイクはその後どうなったのでしょうか。これ僕に質問することなの。だから毎回毎回食べ歩き動画を見ていただいているこのチャンネルのコメント欄で質問することなの。山口百恵さんが最後引退の時にね、そっとマイクを置いて帰って行かれましたよ。ただあのマイクはまあ言ってもおそらくあの会大体そうじゃん、会場のマイクをお借りしてるもんですから、次の日にコンサートを開いた方が普通にあれを使って歌ってた。だからでもその間だよね、その間か。だって次の日にコンサートする人が会場入りして、おはようございますって言って、あ、舞台上のこのマイクを拾って、じゃあリハ始めましょうかとかじゃないもんね、きっとね。だからそこよね、問題はね。だから山口百恵さんのコンサートを、もしも山口百恵さんのお母さんが見に来られていたとした場合、あの子また歌うだけ歌ってこんなところに置きっぱなしにして、だから部屋が散らかんのよみたいな感じで片付けたかもしんないよね。タニドットコムさんからのコメントで、ハイジーさん、この前上野でいつも応援してますって言ったら無視されてショックだったんですけど、あれよく見たら猿でした。猿かい、猿かいだよ本当に。なんか途中まで読んでて、なんかえなんか
嫌な感じになっちゃったかなとか思ったよ、ちょっと。あれなんか気づかずに無視した感じになっちゃって、その人がね、すごく、なんだよ、ハイジとか思ってたら、すごくなんか、もやもやするな、嫌だなって思ってたんですけども、猿かい。上野動物園行っただけ？もしかして。あのね、僕、市役所の中の社員食堂のご飯とかさ、いろんな施設内のね、食堂のご飯とかを食べ歩きして動画にすることあるんですけども、施設内とはいえ、猿の檻の中までは行かない。近年も定期的に YouTuber が、こんなちょっと過激なことをする、こんなことをするジャンルの YouTuber が登場してきた。これは良くないんじゃないかっていう風潮が高まった挙句、結局逮捕されるみたいなことがちょくちょくありますけども、あの猿の檻の中の食レポ YouTuber 出てきたらもう一気にトップレベルのそれになるから。トムトムニーヤンさんからのコメントで、千円札に見えない糸を張って食券を買った後引っ張り出すとは考えましたね。やってないのだから。これやってない。これだから先日の麺屋ひばりさんに行った時の動画のコメント欄のコメントなんですけども、僕がなんか食券機にさ何回1000円入れても多分千円札がちょっとしわしわ気味だったのかな、だから出てきちゃうのよ。だから買えないなって。そしたらあの時あの動画の中ではお伝えしてませんでしたけども、おかみさんが出てきてくれて、あじゃあ両替しますよって言って500円玉2枚とね変えてくれたので、これで1000円が入んないってことは絶対ないから、これでご購入くださいっていう感じでやらせていただいたんですけれども、千円札を食券機に入れたかと思いきや釣り糸かなんかこうやって持ってて、それで購入してね、食券を購入してもう一回1000円こうやって引っ張り出して、それで今日もラーメン食べてこれました、大成功ですみたいな動画を上げてる人だとしたら、もうさ近年 YouTuber の中でもね、もういろんなことをしてさ、なんかこれは問題なんじゃないかとか、こういうことをするジャンルの YouTuber が登場した、これいいのかダメなんじゃないのとか声が高まっている中で、警察に結局逮捕されちゃうみたいなことがある中で、食券機攻略系 YouTuber が出てきたら一瞬でトップ取れるから、もう絶対やっちゃダメ。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、タンタクタン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 、こちらディリンディリン、こちら川手健二のロックンロールパーティーさんからのコメントで、ハイジーさんの完全に積むのコーナー、マックス鈴木さんが出した爆盛り大食い記録の3倍チャレンジのコーナー、ゴールデン2時間番組でお願いします。確かに積む。マックス鈴木さんやっぱ一番食べる方ですよね。量ボリューム感半端じゃない方の記録の3倍チャレンジ、もう積む。そもそも1倍チャレンジで積むのに3倍チャレンジ、そしてゴールデン2時間番組、誰が見んの？僕が急にそれやって、視聴率的にも積むから、吉本から追い出される、そしたら。